海外に先立ちまして、訴訟の会の代表をしております、原中先生からご挨拶を申し上げます。風の強い中、皆さんお集まりくださいましてありがとうございました。国会の方でも特別委員会ができて審議が始まったところですが、私たちがこの裁判に訴えている、どうして主権者の国民に本当のことを話をしないのか、どうして主権者の意見を聞かないのかという、そのことはまさに塗りつぶされた報告書を見ればもう本当に明らかでございます。政府は主権者ではありません。安倍さんが主権者でもありません。私たち国民一人一人がこの国の主権者です。この主権者を無視してことを進めるということは、どうもその日本がずっと今まで日本政府が行ってきた手法だと思いますが、しかし今回は我々の子孫に至るまで日本の国の存在そのものを壊されてしまう、食の安全、生活の安定、全てのものが壊されてしまう、こういう重要な時にきちんと国民の意見を聞いた上で交渉に臨むべきだと思います。なぜ国民に隠す権利があるのか、私は本当にこの安倍内閣の行動そのものを私たちがきちんと直さなければ、自分たちの子子孫孫に至るまでの後悔が私たちに残ると思います。どうぞこれを機会に再びみんなで力を合わせて日本の国を守り、子孫の幸福を守る日本の存立を続けたいという気持ちでいっぱいでございます。どうも今後ともどうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。それでは弁護団、共同代表の一人でございます山田先生の方からご挨拶をお願いします。今日、矢崎さんも出てます。では皆さん、今日も本当にいっぱい集まっていただいてありがとうございます。いよいよ TPP も国会の方で本格的な審議に入るところです。現在皆さんもご承知の通り、政府の方が出してきたのはまさに黒類のペーパー、今日持ってくればよかったんですが、で全く国民に中身を知らせないままに、で今回 TPP 協定を結んでしまう。で実際その中身はどうかというんで、我々分析チームの別途内田祥子さんとか、この訴訟弁護団の弁護団も加わって一緒に今までやってまいりました。でその中身を、その内容を実際に当たってみますと、遺伝子組み換え食品について2ページから3ページに2ページから3ページにわたって書いてあると。しかもそういったものを促進しなければならないと書いてある。でその食品の表示についてもよくよく読んでみると、これだと国産の表示も地産の表示もできなくなっていくんじゃないか。そういった時、もちろん遺伝子組み換え食品の表示もできなくなるし、どうなるのかという非常に大変な内容が書かれてあって、でそれについて、分析チームでリーフレットを作りました。今日持ってきてますかね、リーフレット。持ってきてない。一番大事なの忘れちゃった。ちょっとみんなにこう配ってあげて、でこれで本当に印刷費一部5円なんですが、留部まで皆さんに無料で配布してもらおうと思ってます。で今日、この裁判が終わって総会をさせていただきます。でそれまでには一人10部あて用意させていただきたいと思いますから、それをぜひ配っていただいて周りの方に。で TPP のこの内容はまさに TPP はそうだと、これ印刷上がったばっかりなんです。でこれをできるだけ早くみんなに、国民に知ってもらおうと、そう思って
やってますから、こういう形で本当の中身は恐るべきことだった、いわゆる米国ですら批准できない TPP 協定の内容だったと、そういったことを広く知らせていく、それをやっていこうと、そういう思いでおりますんで、一つこれからが戦いです。で、なんとかこの4月5月国会承認させないと。で、今民主党もそして共産党も社民党も生活の党もで無所属の亀井先生たちもみんななんとか阻止しようと思って頑張ってますから、でこの一月二月が勝負だと思います。で、今日皆さん方にもう一つお願いがあります。もう一つお願いがあります。で、毎週水曜日13日国民会議も訴訟の会もそうですが、国会議員が TPP 慎重に考える会の国会議員の篠原高志議員が会長の会があります。その会の中でいわゆる13日の5時から毎週水曜日の5時から国会審議の報告を直接私たち TPP に反対している市民団体もしくはこう訴訟の会、そういった私たち訴訟の会、そういった皆さん方にお話しする機会を設けることにいたしました。これはで、しばらく毎週水曜日午後5時からです。1時間です。で、その後6時半から国会の第二議員会館の前で実は抗議集会を8時まで開きたいと思っています。で、安保法案反対の時にあれだけの人が国会前に集まりました。しかし最初は20人から30人だったそうです。私たちもこの国会山です。この2ヶ月がぜひ皆さん方と一緒に国会前に国会議員の報告聞いたらすぐその衆議院の第二議員会館の前で、で、みんなに抗議のデモンストレーションを8時まで続けたいと思います。で、ぜひ皆さんにぜひ参加していただいて、この国会が勝負ですから頑張りましょう。これはね、はい、どうも私からはありがとうございます。もう一人 の弁護団共同代表の岩月先生、あれ岩月先生いらっしゃいますか。はいはいはい、じゃあちょっとご挨拶ください。はい、突然のご指名で訪問してますが、今山田共同代表から話があったように、今この国会で行われようとしていることはクーデターですよね。目の前で国民を犠牲にしグローバル資本の利益に供する提供してしまうというクーデターがこの国会で行われようとしている。で、国会だから罪塗り文書の本質は国会の内閣一内閣の対応がどうこうを超えて世界の国民に知られないままなんとか全てグローバル資本の利益が優先するルールに国内の法律制度を書き換えてしまう、そういうクーデターが今目の前で行われている。で、麻生副大臣はかつて麻生副総理はかつて、国民に知られないようにナチスのように憲法を変えると言いましたが、それと同質のことが罪塗り文書の向こうで行われている。国会という本当は国民の目の前で行われているような場で今まさにクーデターが行われようとしているんだということに非常に強い危機感を持っています。とにかく声を上げ続けること、知らせ続けることがとても大事だという局面を迎えていると思います。みんなで頑張りましょう。ありがとうございました。それでは今日原告の一員でですね、
意見陳述を予定しております、あの鈴木信弘先生いらっしゃっておりますので、一言ご挨拶をいただきましていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、鈴木でございます。本日はこれからですね、特に農業に関する影響資産についての問題点に、集中しまして、私の方からは、5分間ほどお話をさせていただくことになっております。で、それにしましてもですね、先ほど来お話が出ておりますように、今回のですね、タイトル以外ほとんどくのるりのですね、文章を平気でですね、国民の前に出してくるというですね、この異常な神経こそですね、いかに我々を国民を愚弄しているかというですね、その象徴だと思います。そうです。こういうものをですね、我々は許すわけにはいかない、徹底的に追及して、この批准というものが、絶対に、馬鹿にならんということをですね、強く訴えていかなければいけないという思いを、さらに、確固たるものに私もいたしました。それから、政府のですね、影響資産につきましてはですね、後でもお話しいたしますが、まさにですね、全体の影響はですね、3.2 兆円と最初言ってたのがですね、本来それより減るはずのものが4倍以上に膨れ上がってるわけですよ。農業への影響はですね、4兆円と言ってたのが3兆円になって、今度はですね、1500億だって言ってる。20分の1以下ですよ。こんな計算をしてですね、国民に大丈夫だと説明するですね、この神経もまた異常であります。それでですね、その資産については何をやったのかと、もうこれはですね、数字を操作したとしか言いようがないわけですけども、要するにですね、生産性向上効果なんですよ。価格が下がってみんなが大変になってもですね、みんな潰れませんと、みんなが頑張ってですね、コストがそれ以上に下がるっていうんです。こんな過程をですね、いくらでも置けばですね、マイナスじゃなくていくらでもプラスになっちゃうわけですよ。こんな計算をですね、勝手にやって大丈夫だということに何の意味があるんでしょうか。私はこういう計算の専門家ですからね、私が言うんだから間違いないですよというと、私の専門分野インチキみたいですけどね、そんなもんなんですよ。だからそういうね、インチキな過程を入れちゃいかんのですよ。本当の影響を出せと、ということですね。それに基づいてどれだけの対策が必要かをきちんと議論しましょうと。そうでない限り、そんなインチキなもので大丈夫だということで、はい、わかりました、これでいいですよなんて言ってたらですね、どんどん TPP の影響が出てきたら、もうみんなゆでガエルになっちゃいますよ。そうです。ですから特に、農業関係の皆さんもですね、予算の問題もあって、なかなか組織としては声を上げにくい状況も一部で出てきているようですが、ここでですね、丸め込まれたらもう終わりですよ。このことをですね、みんなで、ですね、連帯して訴えていかなければ、いけない。特に私が一番関与している食料はですね、国民の命を守るですね、要ですよ。これがですね、国内で作れなくなってしまったら、それは農業だけの問題じゃないですよ。国民が飢える、国民が生きていけなくなる。農業、食料だけ取ってもこういうことですからね。このことを私たちは、私は食料を中心に訴え続けます。皆さんそれぞれの分野から共に頑張りましょう。頑張りましょう。はい、どうもありがとうございました。それでは今日の、スケジュール、若干皆さんに、ペーパーもお配りをしましたけども、それを、ご覧いただければお分かりになると思いますけども、これから午後2時から傍聴券の抽選が行われますので、正面玄関の所定の位置にですね、お並びをいただくということで、抽選が終わりますと、それぞれ、傍聴券を取得された方は、順次中に入っていただきまして、2時半から第4回のですね、期日が始まるということになっております。そして一方残念ながら傍聴券が取得できなかった方はですね、衆議院の第一議員会館の大会議室におきまして、遺伝子組み換えルーレットというDVD を上演しますし、合わせて、山浦先生がですね、食の安全に関する講演会を、行う予定になっておりますので、
そちらの方にご移動をお願いしたいというふうに思います。それから裁判が終わって、さらに大会議室で、講演等をお聞きした方々も含めて午後4時から、訴訟の会の第2回総会を同会場大会議室にて行いますので、そのまま最後までご参加をいただきますようよろしくお願いいたします。まあ、以上今日のスケジュールについては以上で終わりでございます。今日は大変ご苦労様ですが最後までよろしくお願いいたします。ありがとうございました。